十勝ワインの町池田町。北海道十勝平野の中央やや東寄りに位置し、十勝帯広空港から車でおよそ50分、町営で十勝ワインを製造する人口およそ7600人の町です。池田町の観光スポットをご紹介します。ワイン城。ヨーロッパ中世の古城に似ていることからワイン城と呼ばれ親しまれています。地下熟成室ではフレンチオークダルやオールドヴィンテージなど数々のワインが静かに眠っています。1階は十勝ワインをはじめ池田町の特産品が買えるショッピングエリアとなっており、無料試飲コーナー、ワインの製造方法やブドウ栽培に関する展示コーナーなど十勝ワインの魅力をたっぷり堪能していただけます。ワイン城ガイドツアーはワイン城の隠れた魅力を満喫してもらう体験ツアーです。ブドウ畑、仕込み施設、地下熟成室など通常の見学では見ることができない施設などにご案内します。十勝ワインと十勝ブランデー、ヴィンテージ商品や限定ワインなど豊富な種類の中からお好みの一本を見つけてください。十勝川をせき止める千代田園庭。昭和10年に池田町千代田の水田灌漑施設として作られたもので、その規模は北海道随一。8月下旬から産卵のため回帰してきた無数の秋鮭が群雄乱舞して遡上する光景は見事です。ボーヤファームは知る人ぞ知る飼育頭数日本一の羊の牧場です。羊の楽園風と羊の丘で日本トップレベルのシープドッグショーを体験してみませんか。ホイッスル一つで自由自在に牧羊犬を操り、羊の群れを牧柵に追い込みます。池田町では十勝ワインとともに燃料も地産地消でとの考えから木炭作りを行っています。出来上がった木炭は秋に行われるワイン祭りで使用し、道産牛の炭火焼きとして来場者へもてなします。池田町の主なイベントをご紹介します。ワイン樽転がし競争 in 池田はワイン醸造用の木樽を使い、短・長距離・障害コースなどを競う参加型イベントです。町内だけでなく全国に参加を呼びかけており、多くの人でにぎわいます。ブドウの収穫とワインの仕込みを祝い、毎年10月に行われる秋のワイン祭り、十勝ワインの飲み放題や道産牛の網焼きのほか、牛の丸焼き、鮭のちゃんちゃん焼きなど丸ごと十勝の味を楽しむことができます。池田町は十勝牛、十勝豚を使用した食肉加工品も豊富です。ローストビーフや各種ソーセージ、骨付きハムなど自然の風味が香る本物の味をぜひ一度ご賞味ください。レストラン米倉の池田牛サーロインステーキ。地元で生まれ育った安心安全の池田牛を大胆に鉄板で焼き上げています。赤身に溶け込むまろやかな脂と豊富なタウリンが特徴の池田牛をぜひ一度お召し上がりください。居酒屋ジュラクの息子の看板メニュー、十勝ワインうどん。十勝ワインを麺やだしに使用し、山菜やゆり根などの千葉産素材にこだわるなど、池田町ならではのアイデアが詰まったご当地グルメです。池田町名物といえばバナナ饅頭。バナナ風味の白あんが入っています。発売当時の明治末期にはバナナが大変高価なものであったため、バナナ風味の饅頭を提供したいとの思いで作られた歴史のある商品です。牧場の家ではご家族で楽しめるカフェやスイーツメニューのほか、地産地消がコンセプトのイタリアンレストラン、宴会メニューなど楽しみを盛りだくさんにご用意しています。
夜はキャンプ場やコテージで満天の星空の下、ゆっくりお休みいただけます。豊かな自然の恵みを生かした十勝の味わいをたっぷり堪能してください。十勝ワインの町、池田町へぜひ皆さんお越しください。